こんにちは。3月26日水曜日、お昼の FX フラッシュです。 Forex TV ジャパンの高畑がお送りします。この時間は前日の欧米市場の復習と今日の東京市場午前の値動きをレポートします。昨日の欧米市場は再びドル安の流れとなりました。アメリカ大手証券会社メリルリンチの追加評価損失見通しが報道されました。また発表されたアメリカの経済指標も弱く、消費者信頼関数が73年のオイルショック以来の低水準となりました。そしてケースシラー住宅価格指数も過去最大の落ち込みを見せたことでドルは売られました。ドル円相場はニューヨーク市場がオープンしてからは99円台まで下落し、一時円高が進行しました。特にドルはユーロに対して売られ、ユーロドル相場は100ポイント上昇した 1.56 ドルレベルまで上げて1週間ぶりの高値となりました。そして今日の東京市場ですが、昨夜のニューヨーク市場に続きドルが全面安の流れとなっています。日経平均株価は昨夜のアメリカ株価が底堅く推移したものの、マイナス圏での推移となっています。前場は112円安の 12,632 円でクローズしています。この株安からドルが売られています。ユーロドルは 1.56 台半ばで推移しています。ドル円はニューヨーク市場後半では一時100円台の展開を見せましたが、その後右肩下がりに小幅に下落し、正午現在では99円80銭前後で推移しています。しかしこのドル安は全体的に単円よりも対ユーロなどで売りが目立っていることもあり、ユーロ円やポンド円のクロス円はあまり大きな動きはないようです。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会による一連の政策で市場の混乱が収縮され、信用市場は回復し始めたかのように見えてきました。しかしまだ完全に回復したわけでもないため、今後の経済指標の結果によって値動きが一進一退する状況はしばらく続きそうです。これからサブプライムローンの問題に関連して大手銀行がさらに評価損失を計上することがあると、またドル売りにつながる可能性もあるとの見方は市場に広がっています。今夜欧米市場では2月のアメリカ新築住宅販売件数や耐久財受注など注目が集まる経済指標の発表が予定されています。そのため今日の東京市場では取引が手控えられる可能性があり、ポジション調整が主な動きとなりそうです。欧米市場までは様子を見ておくのが良いかもしれません。以上、お昼の FX フラッシュをあります。この後午後の FX フラッシュは午後3時半頃よりお送りします。